菊池城、太宰府菊池城を含む九州の古代山城の分布力色は文献に見える山城、青色は見えない山城。菊池城は熊本県の山菓市と菊池市にまたがる大地上の丘陵に築かれた日本の古代山城である。城跡は2004年2月27日、国指定の史跡、菊池城跡に指定されている。俗日本記に太宰府をして、王の キー、菊池の三条を繕い直せしむと、記載された城である。菊池城は、俗に本記に記載された、文武天皇二年の城の修復記事が初見であり、追記念は不明である。しかし、発掘調査では少なくとも7世紀後半から10世紀、中頃まで約300年、存続したことが判明している。そのため、白月の絵の戦いで、と 白木連合軍に大敗した後、大和朝廷が和の防衛のために築いた水木、大野城、木城とほぼ同時期に築かれたと考えられている。また、八角形建物跡や銅像菩薩立像の湿度などは、くだらからの亡命者が関与したことが伺える。菊池城は標高約90から171メートルの前原台地に所在する。城壁の周長は、 自然地形の崖を含めて約3 5トル城の面積は約55ヘクタールである。直線距離で、太宰府の南約6 2トルに位置し、古代山城では最も南にある城である。また、有明海に注ぐ菊地川の河口の東北東約3 0トルの内陸部で流域は肥沃な平野が広がる。城の南側は、 古代感動が推定されている交通路の要衝に位置する。発掘調査では、国内の古代山城で唯一の八角形建物跡2棟、総計72棟の建物跡、3箇所の縄文跡、土類、水門、貯水池などの遺構が確認されている。また、貯水池跡では、付け札木管と九だら系の銅像菩薩立像が出土している。菊池城の築城当初は、 太宰府と連動した軍事施設で、大野城、キー城などとともに、北部九州の防衛拠点であり、閉館基地や有明海からの侵攻に対する構えなどが考えられている。そして、修復期以降は、軍事施設に加えて、食料の備蓄施設の拠点、南九州支配の拠点などの役割、機能などが考えられている。菊池城は、七世紀末の律令制の導入時に、 役所機能のある日後北部の拠点に改修されたと考えられている。発掘調査で太宰府と連動した施設の改修と変遷が確認された得意な定石である。また他の古代山城は国府の近くに所在するが菊池城は城自体が役所機能を有するなど特殊な古代山城と言える。そして8世紀後半以降は倉庫が立ち並ぶ。 物資貯蔵機能に特化した施設に変化して終焉を迎えたとされている。日本書紀に記載された白月の絵の戦いと防御施設の設置記事は下記の通り、移行に関する内容は概要に記述の通り、ありがとうございます。